こんにちは。今日はザラのセールに行ってきたので、購入品紹介と今年最後の挨拶をしたいと思います。まずは購入品紹介から。まず1着目、じゃーん。レースのシャツ、5590円がセールで3590円で売ってました。今日よかったね。今日本当最高だったの。めっちゃ可愛い、このね、レースでね、後で着るけど、本当すごい、本当本当可愛いです。袖のところもね、すごい可愛いの。はい、これまず1着目。次、2着目、じゃーん。これは何ですか、この生地。ワンピース。ワンピースだけど、この生地、あのベロアっぽい感じの。めっちゃ可愛いよね。それ10個もついてんのね。そうなの。そうなの。これもうめちゃくちゃ可愛い、一目惚れしました。5,990 円のところ3,990 円で売ってました。今日はみんな黒を買ってきたということね。そう、もう真っ黒で攻めました。3着目、じゃーん。なるほど、全部黒。いや、最近黒が好きなのよ。これもね、5,990 円のものが3,990 円で売られてたんですけど、それいいですね。これも本当も大好き。可愛すぎる。それいいね。いいよね、この透け感もいいしさ、いい、めっちゃ可愛いね。この感じ。そのなんかの何、サテン生地みたいなね。あ、そう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 。こんな感じで、マジでめちゃくちゃ可愛いです。これも後で着ます。ラスト、じゃーん。レザーのこれなんて言えばいいんですかね。ジャケットとしても使えるし、ジャケットか。私は L サイズ買ってジャケットとして着ようかなと思うんですけど、これがね、7,990 円のものが5,590 円で売ってました。このね、黄色のボタンがめっちゃ気に入ってます。もうほんと、もう全部買ってよかったし、全部真っ黒なんだけどでもほんと良かったなって思う。見て、ほんと真っ黒なのね。最近なんかね、まあ、いい黒ブームなんだよ。そう、気にしないで。気にしないよ。気にしないけどね。じゃあね、ちょっと着てみます。まずはこのレザーのジャケット。このセーターはすんごい地厚だよね。そう、めっちゃ分厚くって、普通のコートだともう腕ガンダムみたいになって着れないんだけど、これだとね、ボンレザーもね。いや、ほんとほんと、おお、いい感じ。こんな感じでめっちゃ可愛いなと思って。あ、スカートは買わなかったの？スカートはやっぱ試着って大事で。あ、やめたの？そう、なんか、ね、変にここがちょっとブカブカだけど、こっちがモリモリだみたいな。ウエストとお尻が合わないという。そう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 、だからちょっとやめた。これ可愛いよね。次、じゃーん。はい、こんな感じ。本当はね、M サイズ欲しかったんですけど、S サイズしか売ってなくて、でもなんかいいかも、極端着ても。S でいいと思うよ。S でいい。やっぱこのボタンが、マジで可愛い。すんごいね、あの、細く見える、それ。え、本当？やだ。細く見える？細く見えて。見える、見えるだけ。そう、見えるだけ。しっかりね、重いんだけど。で、なんかそれ、夜空に輝くお星様みたいでいいよ。やだすごいキラキラして、いや、かわいい。やっぱこれ上買ってよかった。めっちゃかわいい。ポンポン、すごい、全身見えてるか、これで。これかわいい、めっちゃかわいい、いい感じで。大きいこのイヤリングで。そうそう、最近ね、このね、大きいのにハマってるんだよね。そう言ったらやっぱしちっちゃいな、物足りない。そうなんだよね。次、どう？目、それめっちゃいい。いい、うん、これめっちゃかわいい。なんかね、サイズ的に S サイズで、この丈が膝よりちょっと上ぐらいの。いや、めっちゃかわいいな。それかわいいわ、ほんと。このさ、やっぱし私買わないでよかった。そう、うん、あ、袖もさ、わかる、ちょっとわかるわかる、ちょっとおしゃってるね。そうそう、え、かわいい、この透け感めっちゃかわいい、ね。それ夏はさ、タンクトップかなんかでね。あ、そうそうそう。冬は長袖でもさ、いいけどさ、これなんかもうずっと着てそう、そんぐらい可愛い、うん。でさ、ここがあのサテンだからいいんだよね。
わかる？わかるかな。サテン？そうそうそう。背中のここも。はいはいはい。だから今ここね。光ってて。確かにね。これも可愛い。あ、やっぱり買って、あ、ああ。何？ここですよ。ここの割れ目。その割れ目が重要よね。そこね。それないとやっぱしおかしいよね。ドンドンみたいな。そうそうそう。ベーンみたいな感じね。いやこれいい。でポケットがまたいいね。そうポケットが可愛い。ブーツ履いてね。こんな今イクラちゃんですけど。これ可愛い、買ってよかった。それ一番いいかも。ね一番いいかも。次。でこれもめっちゃいい。でもこれは今で良かったかも。極段も着るしさ。私ってね肩がすごい広くてごついから。え、ちょっとごつく見えます？これかわいいな。なんか今日みんな買ってよかったね。そう、みんな買ってよかったなって思うものばっかり。かわいい。みんな買って正解というか、うんうん、このさ、真っ黒なのにさ、ちょっと甘い感じが、うん、そこレースだからね、うん、かわいいよね。それがなんでもなくっちゃきっと真っ黒で、これめっちゃかわいくない？ね、んザラのね、黒ってね、黒が濃いんですよね。はい、わかります？これこんいい、すごくいい。これあれだよね、この締めても可愛いよね。金もだな。うん。これさっき動画確認したらさ、あの足太い細いとかじゃなくてさ、足短くてびっくりした。まあそれはしゃあねえね。いつもね私ってさ足短いの超コンプレックスだから、絶対高いさスニーカーだったりブーツを履くのね、絶対に。だからさ分かんないわけだけど、今動画で確認しちゃったら、うわ、足短いのはいいんだから。たまげーどーって、あーびっくりした。まあ、しょうがないんだこれ。いや、これめっちゃかわいい。いいね。なんか中に着ないでさ、締めてそれだけでもいいよね。そうそう、じゃあちょっと足短いけど全身見せちゃうね。いい、これね、こう遠くからだからわかんないんだけど、近くで確認するじゃん。ゾウね、ゾウ。今日本当あのザラのセール行けてよかったなって思います。本当連れてきてもらってよかった私も。では最後の挨拶を取りたいと思います。2022年、本当にあの皆様のおかげで動画続けることができました。ありがとうございます。2023年もね、皆様に美味しいと楽しいをたくさんシェアできるように、あの自分のペースで自分らしく頑張っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。もう今年も残りわずかなので、あの美味しいもの食べて来年に備えてください。では私はお迎えください。本当もうそれだけだよね。そういうこと、そういうこと。みんなが楽しくハッピーで美味しいもの食べて素敵なねお正月迎えられることを心からお祈りしてます。2022年、繰り返しになっちゃいますが本当にありがとうございました。終わり。さいな。ありがとうございました。お疲れ様でした。休んでください。インスタグラムもやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。